旅行が死ぬほど好きな人は死ぬんじゃないかって話。旅行が死ぬほど好きな人は死ぬんじゃないかって話。コロナでですね、旅行業界があんまりと。で、旅行を趣味にしてる人ね、もう3度の飯より旅行が好きっていう人はいると思うんですよね。で、そういう人たちは、休みになればどんどん旅行に行くというスタイルだったと思うんですが、海外旅行は当然ダメだし、現在は7月中旬ですけども、2020年。国内旅行もあんまりみたいな感じですね、雰囲気としては。で、GoTo キャンペーンとかやって、政府は行け行けと言ってますけども、この前までね、ステイホームだったのに、急にこう GoTo トラベルって言われてもね、大丈夫かみたいな感じにもなりますし、まだこれを乗り切った国はないわけなんでね、過去のね、ペストとか、そういう、違う伝染病は経験がありますけども、スペイン風邪とかね。でも今回のコロナはちょっと違うぞみたいな感じもありますから、大丈夫かっていうね、そんな急に変えて大丈夫かみたいなのもありますし、だからね、旅行はね、すごい好きな人は、ちょっと行けないわけ、行きづらいわけですよね。政府が行け行けって言っても、コロナ警戒しますよ、どうしてもね。で、例えばね、自分はそのリスクを背負って、コロナかかってもいいから、旅行行くと。で、家族に移ったらどうするんだとかね、同僚に移ったらどうするんだとか、あるいはその宿泊所の人に移したらどうするんだっていう問題もあるからね。ですからね、個人がこの決められるその責任の問題を超えてしまってるんですよ。それが難しいと。例えばね、土砂崩れとかがあって危ない地域ありますよね、災害で。で、もう大丈夫だから旅行来てくださいっていうね、キャンペーンがあったとする。で、行って土砂崩れもう一回起きて、で、死んだと。で、その人の責任なんで、自己責任って言われればそうですよね。ちょっと危ないとこに行って、で、死んだと。それは自己責任だからしょうがないね、ということで収まりがつくんだけども、今回のコロナについては、その、移ってね、持って帰って、別の人を移すとか、もう全然あるのでね。ですからね、通常の災害時の復興とは、また別の感じがするわけですよね。ですからね、その旅行が死ぬほど好きな人、私も旅行ね、子供の時はあんまり好きじゃなかったんだけども、大人になって一人旅とかね、国内ですけども、一人旅とかするようになって、ちょっと面白いなと、思って、はい。旅行というほどじゃなくても、別のとこにね、別の都市に日帰りで行ったりとか、これも面白いし。だから、旅行のね、楽しさは知ってるつもりなんだけども、でも、本当にね、旅行が好きな人、これはどうするのかなと。趣味完全に封じられた形になってるんだね。はい。そういう話です。